モハメドヨネは、日本の男性プロレスラー。本名、ヨネヤマサトシ。愛知県名古屋市出身。プロレスリングノア所属。血液型 B 型。1995年、プロフェッショナルレスリング、藤原組に入門。8月18日、南足柄市体育センターの対アレクサンダー大塚戦でデビュー。1996年、 格闘探偵団バトラーツに参加。その後現在のリングネームモハメドヨネを用い出す。リングネームはあくまでアフロ、色黒の風貌に由来するもので、イスラム教徒ではない。バトラーツから、自身ブランドのスクーターを販売するなど、人気選手だったが、徐々に団体が低迷。事実上のバトラーツ、解散工業となる、東京米 NK ホール大会で、 安田忠夫に何もさせてもらえず、わずか1分余りで、フロントチョークにより敗退し、インディーとメジャーの違いに愕然とする。2001年のバトラーツ、活動停止後は分裂後の全日本プロレスに、フリー参戦していたが、先輩レスラーである、池田大介の後を意図当旗揚げ間もなかった、プロレスリングノアへ参加する。 丸藤聖堂の証言によると、ノア参加に伴い過去の実績をすべて捨て、道場で受け身や筋トレなど練習性並みに過酷な基礎練習を行っていたという。2002年10月4日、試合中に右膝の人体帯を断裂し長期離脱を余儀なくされる。翌2003年8月23日に復帰。復帰時はトレードマークのアフロヘアをやめていた。その後、 池田大輔がノアを退団するが、ヨネはそのまま残留。2005年3月5日、丸藤を破り、第3代、GHC 無差別級王者となった。この頃から森島武とタッグを組むことが多くなり、2005年10月28日、鈴木実の丸藤組より、GHC タッグ王座を奪取。2008年9月、 これまで GHC ヘビー級王座への挑戦は一度もなかったが GHC シングルへ初めて挑戦。試合前から王者佐々木健介を奇襲、筋肉バスターを連発して攻めたが、それでも王者を追い詰めることはできずタイトルダッシュはならなかった。2009年1月、力子をもう金丸義信、鈴木小太郎。 平柳原盤らと新聞団であるディスオベイを結成した。12月6日、日本武道館にて、第18代、GHC タッグ王者、佐々木健介森島武史組とのタイトル戦で勝利。第19代タッグ王者となった。また、同月には新日本プロレスの真壁型ガの暴言に反応し、新日本前橋大会で新壁を襲撃。 その後、ノアクリスマス工業で今度は新壁がヨネを襲撃、新日本の最大規模工業、レッスルキングダム4イン、東京ドームの記者会見の会場で、片線の襲撃王としてマカベガタナギを再襲撃した。2010年1月4日、レッスルキングダム4イン、東京ドームにおける、新日本プロレス VS プロレスリング、ノア対抗戦に参戦。新壁に敗れた。 また同月に、ノアにて行われた、グローバルタッグリーグ戦2010に参加するも、タッグ王者でありながら、優勝戦線に絡むことなく予選を敗退し、この年の優勝チームである、高山義弘、佐野匠ま組から批判される。1月31日、日本カバディ協会より、カバディ新前大使に就任。2月28日、日本武道館にいて、高山義弘、 佐野匠真組とのタイトル戦を勝利し、初防衛を果たした。3月20日、後楽園、ホール大会のメインイベントにおいて、ビッグマウスラウドのビッグ村上、ウスタ・勝ツ組と対戦するが、終始場外での試合を繰り広げ、ノアでは、珍しい向こう試合となり、観客から大ブーイングを受ける。雪辱を期した2010年3月26日の千葉公園体育館で、 GHC タッグ王座をかけて、村上、薄田組と対戦、二度目の防衛を果たした。4月14日、大阪府立体育会館第二競技場で行われた GHC タッグ王座の三度目の防衛戦で、バイソン・スミスキース・ウォーカー組に敗れ、王座から陥落した。11月には、ディスオベイ加入を要請していた、塩崎強氏に断られて、 ラリアットを喰らい、塩崎が小川義成や元ディスオベイの鈴木小太郎と組んだ、塩崎軍と対立することとなる。2011年2月、ケンタが新たにディスオベイに加入するが、翌月にケンタ、金丸、平柳が試合中に裏切り、米を暴行。ディスオベイから離脱し、新軍団を結成した。力校は前年半ばから、 長期欠場中であるため、ヨネは孤立無援となった。裏切った3人とそれぞれ異婚決着のシングル戦を行ったが、いずれも他メンバー加入、暴行による反則勝ちとなり、ヨネは3人から玩ング呼ばわりされる羽目になった。4月に開催のグローバルタッグリーグ戦2011には、互いにパートナー不在である杉浦隆とタッグを結成。第3位となる。 2011年4月、前述の裏切り以降、構想を繰り広げていた、ケンタ、金丸、平ル、の新ユニット、ノーマーシート1対3の、ハンディキャップマッチを行い、平柳と金丸に勝利するも、満身創痍だったこともあり、ケンタに敗北する。6月11日、ケンタに再びシングルで対戦、初の断劾式筋肉バスターでケンタをエプロン際に、 設置した机めがけて観光する。ところが、ケンタがこの技で失神、レフェリーストップで勝利するという実心、観客ともに不完全燃焼な展開で終了してしまった。11月27日、ディスオベイのメンバー緑行たけしが、頸椎ヘルニアからの復帰ができないことを理由に引退。これに伴い、ディスオベイも解散となった。 2012年1月、丸藤、杉浦の結成した新ユニット、丸藤軍への加入を熱望するも、丸藤からは即決で断られ、杉浦からは、シングルマッチで、適正試験を受けるも、保留と判定され、加入できず。また、同月18日に行った、谷口周平とのシングルマッチで、谷口の串刺し式低空ドロップキックを受けた際に、 花を負傷するアクシデントとなった。2012年2月14日、丸ジ軍とノーマーシーのタッグマッチの最中、谷口周平が乱入して、丸ジ軍を強襲したのを見かね、ジャージ姿で丸ジ軍に加勢する形となって乱入したため、試合は8人タッグマッチへと発展。谷口を後ろ回し蹴りからの片ビ固めでフォールを奪い、 この試合での奮闘ぶりを丸藤に認められ、念願の丸藤軍加入が決定した。2012年2月19日、オールトゥギャザーもう一回、一つになろうぜでは、キャプテンノアに奮し、キャプテンニュージャパンキャプテンオールジャパンと主要団体のキャプテンたちが、勢揃いし、トリオを結成し参戦した。2015年にもキャプテンノアが登場しているが、こちらは、正体不明である。 2013年7月7日、有明コロシアム大会で、ケンタに GHC ヘビー級王座への挑戦をアピール。場内は大ブーイングに包まれるも、旗揚げ記念日での挑戦が決定した。前哨戦では直下型筋肉バスターで、ケンタからピンフォールを奪うなどしたが、タイトル戦当日はケンタにゴーにスリープで敗れた。2014年5月17日、 東京、高楽園ホールで、永田博士の持つ GHC ヘビー級王座に、挑戦するも敗北。その後トレードマークだったアフロを断髪死亡図になる。また、池田大輔とタッグリーグで組んだモハメッド・ボンバーズで、杉浦隆史田中正人の持つ GHC ヘビー級タッグに挑戦を、表明するも敗北。2016年からは髪型を再びアフロに戻し、 クワイエット・ストームとのタッグ、50ファンキーパワーズを結成。GHC タッグに挑戦予定であったが、ストームの負傷欠場によりタッグ挑戦は流れている。2017年8月26日に、後楽園ホールで行われたタッグマッチでは、正北宮グルとタッグを組み、原田大輔と、ただすのタッグと対戦。ただを筋肉バスターで撃破して、校長をアピール。 記録は7分32秒で片エビ固め。回転寿司で120皿の完食経験があり、大食いとして有名。テレビ朝日のバラエティ番組、いきなり、黄金伝説に出演。小原雅子と共に大食いチャレンジをしながら、全国を縦断する企画に出演した。2006年には、同年公開の映画、力道山に、豊のり道春役で出演している。 2009年11月19日に TBS で放映された Take Me Out では道端アンジェリカとカップル成立した2010年1月より日本オリンピック委員会承認団体日本レクリエーション協会加盟団体国際カバディ加盟団体日本カバディ協会公認カバディ親善大使に就任カバディの普及に努める2010年3月19日よりグリーにて 公式ブログスタート。2011年11月には、東京都大田区池上に、自らがオーナーを務める、飲食店、うまい肉と麺の店ヨネヤをオープンさせた。その名の通りステーキと、ラーメンが、主力の店となっている。カラーセラピストとしても活動するほか、愛顔動物使用管理士2級など多くの資格を持つ。また、ゴルフ、テニス、スキューバダイビング、 ビリヤードなど多趣味である。ありがとうございます。